明石市は水上バイクの危険運転を防ぐため、海のルール作りなどについて話し合う協議会を設置すると発表しました。明石市が設置するのは、海上保安庁、警察などをはじめ、地域の海水浴場組合やマリンレジャー店などが参加する連絡会議です。明石市では先月31日、林崎松江海岸で水上バイクが人のすぐそばを疾走。市は大事故につながりかねない危険行為として、今月10日、運転者を殺人未遂の疑いで刑事告発しています。連絡会議では、水上バイクが海水浴場で泳ぐ人などと接触しないようエリア分けすることや、パトロールを強化することなどについて協議します。水上バイクそのものに対してノーを言っているのではなくて、安全に水上バイクを楽しんでいただくという方向に持っていきたいと考えております。市は水上バイクのメーカーにも連絡会議への参加を呼びかけていて、泉市長はドライブレコーダー設置など事故の抑制に協力を求めたいとしています。